2022年3月31日午後2時20分展望、両替山展望デッキまで登ってきたところで雨が降ってきてしまいました。雨の関東平野です。風も急に強くなってきて、さっきまで静かだったんですけどね、もうビュービューでございます。ああ、体が暑いから気持ちいいですけどね、冷たい風になりました。この冷たい風、本当なら午後6時頃から来るはずだったんですけどね、ちょっと早いです、予定より早い。雨の山も雪の山も大好きなんで全然 OK なんですけど、雷はやめてほしいですね。まだ聞こえないからいいと思うんですが、まだそんなに降ってないですかね。でも雨粒大きいんですよね、一粒ずつは。うわー、横から雨、横殴りの雨になってきました。これうわ、どっち、東から吹いてますね。春風ならそんなに冷たくなくてもいいと思うんだけど、まあいいでしょう。あ、この松枯れちゃいましたね。あれ、前回こんなに茶色かったかな。これダメですね、もう枯れちゃいますね。松食い虫かな。火事では頑張って生き残ったんですけどね、この松もうダメっぽいです。うおー、すげー、なんだこの荒れっぷりは。楽しい。うわ、でかい雨粒。あ、もうカメラ防水じゃないんでここでしまいます。山頂階段下の東屋の桜満開になってるけど、この風と雨に叩かれるとどうでしょう。もう花びら飛んでますけど、まだ桜吹雪にはならないですけどね。ポチポチ飛んでます。いや、この雨どんどんひどくなると思うんで、このまま遊んでおにぎり食べて、雨に濡れたまま下山しようかなと思います。まあ傘持ってるし、カッパも持ってはいるんですけどね。この暑い時期に雨は気持ちいいです。すごい。じゃあ東屋の屋根の下でちょっと見ますか。ここに吹き込む方向で風が。今日誰もいないと思ったけど、おじいちゃんおばあちゃんたちはこの雨を予測して早くに降りちゃったみたいですね。私はこの雨6時頃だと思ってました。あ、まあいいか。じゃあとりあえず山頂行って、あ、紫山はこっちからすると風あんまりない感じがするんで、行ってそこでおにぎり食べたいと思います。おお、すごいすごいすごい。桜吹雪じゃなくて枯れた木の葉っぱですね。葉っぱ吹雪です。桜はまだ開いたとこなんで、このくらいの風では飛ばないらしいですよ。頑張ってます。ヒューヒュー言ってます。はい、じゃあ上登ってきます。紫山の見晴らしテーブルまで来ました。前回来た時この金色のボールがなくなっていた鐘、ちゃんとどなたか直してくれましたね。いいのがついてます。よかった、復活してますね。よかったです。じゃあまだ雨がポツポツ来てますが、おにぎり食べて帰ろうと思います。すごい雲、かなりの雨雲がちょっと北側を通ってますね。こっちの真上は通らないはずなんですけど、風があってこっちまで雨が運ばれてきてる感じです。まあいいんですよ、楽しい楽しい。
いつものように天狗山はさすがに雨で誰もいませんね。まあ私も海で食べているうちにこの雨雲は通り過ぎると思うので様子見たいと思います。雷だけはやめてください。このカメラでタイムラプスを一つ撮りながらご飯食べるんですが、やっぱりこの場所、赤城おろしはここ叩きつけてくるんですけど、逆に春風、東の方から来る風にはいい感じにこのちょっと膨らみが縦になってくれて風吹かないんですね。ここ予想通りここなら今日はいい感じにお弁当食べられる場所になってます。